こんにちは、萌です。今回は7月14日の金曜日にですね、私が中目黒駅で描いてきたチョークアートについてお話をしたいと思います。この下地の部分についてはですね、前の動画で出してるのでそちら見てもらえたらなと思うんですが、今回は色を塗って仕上げていきたいと思います。で、今回描いているものなんですが、こちらのももちゃんっていうですね、このピンク色のクマさんを描いてます。ポストペットのももちゃんなんですけど、これ見たことある人ちょっと懐かしいなって思いませんかね。私もちょっと懐かしいなと思いながら描いてました。で、このももちゃん、特徴的なこのピンクなんですが、ビビッドなピンクの色、これを出すためにですね、しっかりといっぱいピンクを使って、チョークを使って描いております。で、普通の、学校とかで使うチョークってこんなに派手なピンクとかね、すごいパキッとした色のチョークとかってないと思うんですけど、で、今回も描いている時にもですね、これ何で描いてるんですかとか、こんな色のチョークってあるんですかっていろいろ質問いただいたんですけど、これチョークって言ってますが、日本だったらパステルコンテとか、パステルチョークとか、そうやって言うかなと思います。コンテ、クレヨンではないんですけど、コンテ、紙の上にもね、さささっと描いて指でこうふわふわっと伸ばしてあげるとグラデーションができたりするやつ、あれも小学生の時に使った覚えがあるんですけど、あのイメージですね。カラーパステルとかパステルコンテとか入れると、ググるとね、出てくると思います。チョークって入れるとなかなか出てこないかと思うのでね、調べるときちょっと注意してください。で、私が使っているやつはですね、アメリカで買ってきたものなんですけど、これもいろんなブランドから出てるんですよね。ちょっと日本のやつでどこがのやつがいいのかっていうのがちょっとわからないんですけど、海外のやつ、アメリカのやつだと結構ね、いっぱいあって、しかもそんなに質は変わらないんですよね。こうやってガシ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 コンクリートの上で描いていって混ぜるっていうパターンが多いので、そこまでね、気にならないです、クオリティは。なんですけど、チョークアート仲間とかにもね、いろいろ聞くと結構高いやつも売ってるんですよ。で、その高いやつを使ってた友達に聞いたらですね、やっぱり濃さが違うって言ってました。なので、その人はね、白はそれを使ってるとか言ってたんですけど、やっぱりアクリル絵の具とか普通の絵の具と一緒でですね、パキッとこうコントラスト強めにとか、色をはっきり出したいっていう時は、濃度が濃いやつの方がね、描きやすいんですよ。どん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 重ねていく時も、濃いやつの方がパキッとした色になるし、薄いやつだったら何度重ねてもなんかぼんやりした色になっちゃうしっていう感じで、濃いやつがね、やっぱどの絵の具の種類でもいいのかなっていう感じがしますね。で、こうやってグラデーションを作っていくんですけど、今回はちょっとあんまりツヤってした感じも出さない感じで、こうなんていうのかな、ふわふわした感じなので、あんまりこうリアル感っていうのはないんですけど、普段はね、アメリカとか海外の大会に出るときは写実的な絵とか描いてるので、ちょっとそっちもね、見たことない人は私の動画で見てもらえたらと思うんですが、今回はちょっと可愛らしいぬいぐるみということで、ふわふわっとした感じのね、雰囲気で描いております。で、これ塗る時も、これピンクなんですけど、ピンクも一色で描いてないんですよね。一色じゃなくって、ちょっとこう光が当たっているところは白を混ぜたり薄ピンクを使ったり、あとは濃くなってるところは赤とか使ったりね、ちょっと濃いめのピンク使ったりっていう風にして混ぜていってます。で、これ粉が出るので、ちょっとね、たまにこうふーっと吹きながらやったりするんですけど、この目の部分とかね、黒ってなると黒い粉が他のところについちゃうとくすんだ感じになっちゃうんですよね。ちょっとグレーっぽくなっちゃうというか、混ざっちゃうとそんな感じになっちゃうので、混ざらないように気をつけて描いてきます。なので、こういうところ余った粉が残らないようにふーっと吹き飛ばしていたりね、します。ただそういうことをするので粉がね、結構飛ぶんですよ。なので、近くに例えば飲食店があったりとか、人がいっぱいいる時っていうのはね、
そういうのあんましない方がいいかなと思います。なので皆さん書くとき、まあ、自分の私有地とかね、そういうところでしか書けないと思うんですけど、まあ、お家で書くときとかも気をつけてね、周りを気にしながらやってもらえたらと思います。ちなみにこれ現状復帰できるように消えるチョークなので、普通にね消すときは水でジャーッと流して、水でバッと流すだけじゃ綺麗に切れないので、水でザッと流してブラシ、デッキブラシみたいなやつでねガシ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 やると消えます。でそれもまあ早く消したければ洗剤みたいなのね使うと早く綺麗に跡形もなく消えます。なので、お子さんとかね一緒に描きたいなって思う方はね、コンクリートでちょっとやってみても面白いんじゃないかなと思います。でこの時に気をつけてほしいのが、私がキャンバスとか壁に描いてるチョークアートあるんですけど、これはですねオイルベースなんですよ。なので今描いているこの地面に描いてるやつとは違って油性なので、それだとね全然落ちなくなっちゃいます。で頑張って洗剤とかめちゃめちゃ使ってデッキブラシでガシ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 何回も力を込めて落としたら落ちるは落ちるかもしれないんですけど、ちょっとね跡残っちゃったりします。なので本当にもう全然違うので、こう書くときはね、まあ、残したいのか残したくないのかによって自分が使うメディウムをねちゃんと考えて書いてください。これはね消えちゃうので、例えば雨が降るとねザーッとこう薄くなっちゃったりとか、人がどん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 この上を踏んでいくと少しずつ徐々に消えていって、こう薄れた感じに、ね、なってしまうんですが、それもねまあ、儚いですが、ライブペイントの面白いところでもあるのでですね、これも29日まで残っている予定です。なのでね皆さんも見る機会があれば嬉しいなと思います。これ中目黒の駅の高架下、中目黒駅を出てずっと横断歩道を渡ってですね、スタバの方にずっと歩いていってもらうと、でスタバを通り過ぎるとこれがあります。で、これね 3D に一応なってるんですけど、横とか逆方向から見ると全然こう伸びてて、今もこの位置だとね顔がビヨンって伸びてる状態なんですけど、ちゃんとした方向からね、正しい方向から写真に写すとちょっと浮き上がって見えるっていう風になってます。でいつもね 3D アートの時って説明もするんですけど、 3D アート、まあ、トリックアートとも言いますね。トリックアートってなるとメリットはもちろんその 3D 浮き出てくるとか下に沈んでるとか、そういうのが見れて面白いっていうのはもちろんあるんですけど、デメリットとしてはですね、目で自分の目で見てもそんなにわからないんですよね。でトリックアートとか 3D アートってレンズを通さないとはっきりとそういう風に見えないんですよ。不思議なんですけど、まあ、そうやってねレンズを通して見ると見えるので、チョークアートの大会とか行くとね、レンズだけこう三脚みたいなのに置いてあったりするんですよ。そこから覗いてみると 3D に見えるとかなるんですけど、まあ、それなかったらね普通にカメラでね携帯とかでパッとこう見てもらえたら 3D に映るっていう感じです。なので、まあ、ちょっとねレンズを通さないとなかなかリアルに 3D には見えないんですけど、まあ、どこの位置から見るとリアルに見えるかなっていうのをね探しながら映してもらえたらと思います。はい、そして今ももちゃんがですね記念撮影をしてます。ちょうど私が撮ってたカメラの前でね撮ってたの で私も一緒に入ってね写真撮影をさせてもらいました。すごいねこのももちゃんね仕草がめっちゃ可愛かったんです。一緒にねいろいろと記念撮影をさせていただきました。はい、そしてこれこんな感じで出来上がりました。反対側から見るとねこんな感じでうわーっと変な感じなんですが、こっちに戻ってくると普通に見えるっていうやつですね。こんな感じのももちゃんと、左に写ってるのがこももちゃんというキャラクターなんですけど、ももちゃんとこももちゃん完成しました。皆さんちょっと見る機会があればね、覗いてやってください。ということで何か質問があればコメント欄に残してもらえたらと思います。ではまた次の動画で。バイバイ。